こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。今日も一言あります。では今日はですね、絶対に断られないモテオくんの誘い方というお話をさせていただきたいと思います。で、やっぱりね、こうデートに誘うときって断られると結構きついと思うんですよね。だからなるべく断られないように、モテオくんはあることをしています。で、一体何をやっているかというと、まず会話っていうのを覚えているっていうのはもちろんなんですけれども、その、ね、デート中に女性と話した内容ですねっていうのを覚えているのはもちろんなんだけれども、覚えていることにプラスアルファして理由をつけてデートに誘うんですね。例えば、女性がエビが好きってね、この間エビ好きってなんだけれども、エビが好きっていうことを覚えていたら、まあ、例えばですけれども、どこどこにすごくエビのいい、ね、美味しいお店を見つけたんだよねって、何々ちゃんこの間エビ大好きって言ってたから、ぜひね連れてってあげたいんだけれども、来週いつ空いてるみたいな感じで、ね、週末と平日だったらどっちが空いてるみたいな感じで聞いてあげる。とにかく誘うための理由で、女性も行くための理由が欲しかったりするし、理由があれば行ったりとかするんですね。なので理由をつけて誘うことをすれば、確実にね、誘ってもらえる、誘いに乗ってくれるっていうのが上がってきますので、ぜひやってみてください。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。はい、ではですね、今日は私の嫌いなことについてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、私はですね、とにかく急ぐことが嫌いですなんかね、もともとね、機敏な動きがめちゃくちゃ苦手で、急いでも全然なんつうのかな、失敗ばっかりするんですよね。だから急ぐのは嫌いなんで、ね、ゆっくり行動を目指すために早めの行動をしようと思うんですけど、いつもギリギリになります。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。